ポンコツロケットでゴー。あー、これリターンズで見たことある。戻された。ロケット逆じゃん。え、倒せんの？燃料倒せんだ。地面に当たったらダメージなのか乗れるのか、私にはそれがわからない。ガソリン取るのミスったけど、あ、当たると死ぬんだ。ここ好きだったな。てず地面に、ね、不時着すると死ぬ。下に行くのか、わらわら。一応、うん、普通上に行く。で、あれか、変な感じ。ガソリンを取りつつ、なんかないの？上に上がったりとか。これ止まってるのって勝手？勝手っぽいな。基本はバナナの後。あー、ガソリンが取れる取れる。とりあえずコングはいいとして、中間。火？あ、エネルギーが上に行く。ロックマンにね、こういうとこ多いよね。バナナだ。慣れれば楽しい、初見は大変。おお、燃料が、燃料が面白い。燃料が足りない。ポンコツだから最初は落下する。あの、死ぬんなら早く死んでくれないかな。死ぬんなら早く死んでくれませんかね。これね、左右逆なんだよ。わらわら、わらわら、緩やかすぎるやられ方。どう今の。いやー、あー、これは一発止まる。一回ぐらいは OK なのか。静かに死んだ、わら。マリオの砂地獄みたいにゆっくり笑い。うん、で最後に一回ぐらいなら詰まってもいけるか。シュール、わらわら。死亡確定になった後にさ、あれやられると嫌だよね。いざ、逆なんだよね、左右が。そこ気をつけないと。右、左、やらかした。回ぐらいまでかな、多分許されるの。今左なかった、もう無理だね。ちょっと別ルート探してみよう、ね、スタートセレクトもできないしね。ここほらルートあるけど、バナナ選べるだけか。ポンコツロケットでゴーね。なんでこんなものに乗ろうと思ったんですかね。まあ左右逆なのも、ここがそういう仕様かと思えばそこまできつくない。まあ、確かに、わらわら。やったかしたね。これ一回でもクリアしてたら、あー、コース覚えなきゃダメかもしれん。これ無理だね。全然覚えられねえ。声に出していこう。あと2機。
これ中間まで降りるのも結構しんどかったから、正直ゲームオーバーなりたくない。あと2回か。だから逆なんだってもう。右って言ってさ、左になるからさ。あんまりこれいかない。感性のせいでやられる。感性よりも右と左逆なのがね、きつい。頑張れ。ここは思いっきり右。あと2機か。右と左逆なのは本当にやめてほしいね。やらしい作りやな。でここ結構思いっきり、よいしょ。まあ1回1回ぐらいは。あー左と右逆じゃん。もうこれもういいから早く死んでくれ。これ残機増やすか。ゲームオーバーになったら中間になるからね。簡単に木貯めれるかな。緩やかなし再び。さあ戻ってきた。1の1を回してね、残機はいくらだ。40機。あれリセットされてるな。なんて便利な機能。他のステージ行くと中間リセットか。最初からになってる。まあ40、さすがに次40は使い切らんだろう。あらよし、行こう。別ステージ入ると中間リセットされるみたいだね。そこまで優しくは作られてないか。あのね、割とスムーズにいけたからあんま覚えてないんだよ。あとこのせいで死ぬのが遅いのがちょっと嫌だよ。リセットしなくていいのに。よっ。まあ燃料を取りながら全部中間まで行こう。北のステージで中間取ったりゴールしたからですね。なるほどね。中間は一つまでって感じかな。なんか知らんが無事だった。よし中間取った。まあこっからだねよし行くぞ。下手にね、右とか左とか言うと指がねそっちを押しちゃうからね。ここはいやーやらかしたね。ここ結構移動しなきゃいけなかった。で、真逆全力。巻き戻し機能というチート機能、わら、
チークさん。ああ。巻き戻し機能は使いません。まああと40機分あるからね、いけんでしょ。1回までかな、詰まっていいの。惜しい。でここが結構奥まで行く。で思いっきり思いっきり思い逆思いっきりこの逆思いっきり逆思いっきりで、このまたこっち行って、よし、2回までミスって OK。 残機を増やしに行った意味はあったのか。ナイス。残機を増やした意味はあったのか。よし、増やしに行った時間よりクリアにかかった時間の方が短い気がするぞ。まあいいか。パチパチパチ。わらわら。ということで DK コインが足りたかな。はい、セーブ。巻き戻しはゲーマーの恥。よかった。さあ40枚、 96%、 残り 7% か。まあまあ。ラスボスに持ち越しということで、オッケー。よし。お。じゃあ改造してくれ。ついに来る。え？まだ足りません。え？嘘だ。え？ちょっ待てよ。あら、まだついてない。確かに。あれ？わらわら。どこ？お、おう？ん？え？あ、まさか。なんだと。なんで？ギアが揃ってか。これまだ真ん中が開くんだ。全部のギアをはめたんだけど何も起こらない。どうだい？その轟音は一体何なんだ。外を見て、コングたち、信じられねえぜ、まったく。確かに窓見れる位置にいるのお前だけだな。音長えな。ここから面白い。そこの水が抜けるのか。え？赤くなっちゃった。出た。あれ、これ2のラストの飛空船じゃね？違う？怒りの科学者ボスバロンクルール。よくあるラスボス戦再びだね。死んでない？大丈夫？よくも小屋の機械を動かしたな。溶岩が噴き出してきたではないか。あ、隠れてたんだ。おかげで熱くて潜っておれんわい。なるほど。ひゃ、すげえ潜水艦。こら、ちゃんと俺の話を聞け。暑さで潜水艦が故障してしまうではないか。どこまで俺の計画の邪魔をする気だ。今度こそ息の根を止めてやる。これでも食らえ去るどもが。潜水艦出てきた。ん？ニコになってる。話を聞かない猿たち、わらわら。最後の戦い。どうやったら攻撃できるのかすらわからん。上に投げる。なるほど。タイミングも見なきゃいけない。うん、分かったけどしんどいなこれ。こっちに吸い込んだら、なんでそっちに飛ぶんだよ。ビリビリかけるに。ああ、タイミングもいるタイプね。はいはい、オッケーオッケー。
とりあえず避けることを優先かな。当たり判定が鬼畜。で、1往復したら次ね、今一発目当たったらこっち来た。あれれれれれ、これしゃがんだらかわせんの。それすらもうかん。しゃがむと、ちょっとクソだわ。しゃがもうと思ったらさ、たるわいて食らったんだけど。まあ一往復だね。そこのタルジャマタル、わら。で、タイミングで当たり判定よ、わらわら。あら、わらわら。で、しゃがもう確認。食らうね。じゃあどうやってかわすんだ。あー、あのビリビリの上が踏めるのかな。ビリビリない時だとこの端っこのあれが踏めるかもしれない。ていうか、じゃないとかわすこと不可能なんで。思ったより当たり判定広っ。痩せろ、ほんと。ここはガバくても、これが乗れるんじゃない。あ、乗れた乗れた。ちゃんと背中に当てなきゃダメ。痩せろ、わら。振り向いた瞬間ぐらいに打てば OK。 お、帰ったね。で、次のパターンね。2パターン目。あ、2発ね、2発ね。オッケーオッケー。これね、ここだね。ここにいる時点で攻撃は当たらない。こいつ何しにこっち来たんだろうね。で、2回目。今度は一発じゃダメみたいだね。2回目があるのを忘れず。もう一回来るよ。3回かな。当たり判定が一番の敵。あ、下がベルトコンベアになって左右が。あ、来る。な、え？こんなん、こんなん、え、どうやってかわす？しゃがむ？え？
これ、わかんないからね。しゃがむ？そういう問題なのだブル。しゃがん、縦にする。これを縦にするだ。わかったわかった。無理だ。防いでからの方がいいね。よっ、こういうことね。横に投げる。視界がきついね。あの樽背中にしてて逆向いた方がいいな。これはまずい。これはまずい。嘘だろ。逃げろ。理不尽。タル出てなくてももう電気の準備してるんだよね。電気、どんまい。喋ることもないわ。どうせ成功回しか使われねえし。やっぱ解像度が低いのも辛いんだよね。視界がどんどん入れ替わるっていうのがすごい見にくい。よし。どっちが打ってくる？来たら逆に。機械に捉える。よし。機械に捉える。よし。うっ、よし。あと一発かな、多分。ほら。帰宅しよう。やったか。帰った。向こうで死ぬんかい。よし。ナイス。なんでセーブポイントに。お、ついにバロンクルールをやっつけたのね。なんて素晴らしいことでしょう。コンクたちを誇りに思いますわ。ここに来てくれなかったのでバナナバードたちがそわそわしていたのよ。おめでとう。どうやらどこかに行きたがってるみたい。ファンキーの力を借りてどこへ行きたがっているのか調べてもらえないかしら。
セーブ。よし、98%。やったー。そしてファンキーに最後改造してもらったやつ。おっと、右下のあれ、あの、おめでとうございます。あれだったんだね。ネジみたいな。パチパチパチ。やったー。コイルか。おめでとうございます。さーて。パチパチパチ。頼むぞ。と見せかけて、お、DK コイン全部集めましたねと。バナナバードはどこへ行きたいというのかね。そんなものないんです。当てて倒せましたよ。ヘイコングたち、ジョークです。ニューマシーン、ファンキーコプター飛んでる。おお、どこへ行こうというのかね。飛んでるのはいいんだけど。ん、ダーケイコープーター雲の彼方、入れた。ここか。おお、ありがとう。誰か見つけてくれると思っていました。私はあの忌々しいバロンクルールによって閉じ込められていたのです。この封印はバロンクルールの、バロンクルールは自分のしもべにこの封印を解くことのできる子供たちをホラー穴に封じ込めるように命令したのです。あ、そういうことね。12っぽくない？今11匹。 15？ この封印が解け私が自由になったらバロンクルールをこの力を、今自力で追い払ったけどお願いよコングたち、子供たちをみんな探し出してここへ連れてきておくれ。これで移動がだいぶ楽になる。私がここを出たらすぐにバロンクルールを懲らしめてあげるからね。さあ、一回ちょっとセーブに戻ろうかな。15。これ直接行けるのか、もしかして。あ、そういうことね。今いるのがセーブ11だから、あと4匹だね。あと4匹集めたらコンプリートかな。